はい、こんにちは。E の定義を、まあ、一旦こうしましょうと。E の定義っていろいろあると思うんですけど、指数関数、y イコール a の x 乗っていうもので、この0、1における接線の傾きが1になるような a を e とするっていう定義もあります。そしたら、これが導かれるし。こう定義すると、e の x 乗は0、1において接線の傾きが1になるっていうふうに、まあ、定義と定理の関係は、まあ、表と裏なんで、まあ、いろいろある定義のうち、一旦こう定義したとすると、これも E になるよって別に一見、一目明らかなことじゃないんで、まあ、示しましょうと。まあ、実際に、マイナス無限に行ったとき、まあ、無限は話が難しいんで、とりあえず一旦、ちっちゃな数入れてみると、N に、プラスの方の2入れれば、1たす2分の1の2乗、1.5 の2乗、だから 2.25。でやっていくと、まあ、だんだん 2.71 に近づいていくと。上がりながら近づいていくと。で、これ N にマイナス2を入れると、マイナス2分の1だから、2分の1ですよね。のマイナス2乗だから、これ4になると。そうするとまあ、マイナスの方に無限にしていくと、でっかい値からどん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 ちっちゃくなって、まあ、これに近づくんらしいと。なんで、まあ、マイナス無限の時にも E になると、まあ、これを定義として示しましょうって話ですね。で、まあ、これを使いたいんで、マイナス無限じゃ嫌だから、プラス無限の話にしたいんで、N をマイナス T と、T セと置けば、N がマイナス無限になるってのは、すなわち、t がプラスの無限になると。いうことで、この式を t で置き換えて書いてみたら、やっぱり e になるねという話にしていけばいいかなと。いうことで、リミットの t プラスの無限の時、1たす n 分の1は、1引く t 分の1ですね。のマイナス t 乗と、n イコールマイナス t と。そしたらまあ、リミットの t 無限の単に分母1個にするだけ。t 分の t-1 のマイナス t 乗と。そしたらは、マイナス t 乗っていうのは、マイナス乗っていうのは逆数にして t 乗ですよね。なんで t-1 分の t の t 乗と。で、まあ、分母が足し算引き算だと処理しづらいんで、分母を一文字にしちゃえということで、t-1 を、まあ、なんか別の文字で置いてやると。そしたら、まあ、t が無限だったら、当然、m も無限ですよね。無限より1個でかいんで。t たす1なんで。t イコール m たす1。あ、違う、1個ちっちゃいのか。ん？ 1 個、どちら ?t よりも1小さいんですね。1足して等しくなる。で、じゃあそしたらば、この式は、リミットの m が無限の、m 分の m 足す1の m 足す1乗と。そしたらこれは、m 無限の1たす m 分の1。1たす m 分の1。で、m 乗ともう一個1たす m 分の1と。m 無限だったら、これもう指数ついてないんで、単なるここは0で1。なんでこれはかける1だから消えて、これって e の定義そのものだから、まあこれもやっぱり e ですねという話になりますと。以上です。ありがとうございました。岡山で本第1弾、第2弾。第3弾、すべて重版、出題、ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説
動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。